東武日光線、日光線、日光線は埼玉県南埼玉郡宮代町の東武動物公園駅と栃木県日光市の東武、日光駅を結ぶ東武鉄道の鉄道路線である。ラインカラーはオレンジ色。駅ナンバリングの路線記号は TN。伊勢崎線、東武スカイツリーラインの東武動物公園駅から分岐して東武日光駅に至る路線で、ラインカラーはオレンジであるが、 駅名標など各駅の標識類ではオレンジと赤紫を用いている。新栃木駅からは宇都宮線が下今市駅からは鬼怒川線が分岐し、それぞれの路線に直通する列車も多く設定されている。特に鬼怒川線に直通する特急列車が多数設定されている。新栃木南では地域内輸送、沿線地域から 東京方面への通勤通学路線としての側面が強いが、国際観光都市日光を訪れる観光客の足としての役割も大きい。この北陸橋駅で、東日本旅客鉄道、JR 東日本の宇都宮線、東北本線と、栃木駅で、両毛線とそれぞれ接続する。また、2006年3月のダイヤ改正までに、 栗橋駅構内で JR 宇都宮線と東武日光線の間に渡り線が設けられ、同改正より JR 新宿駅方面と東武日光駅、絹川線絹川温泉駅方面とを直通運転する特急列車の運行が開始された。途中、鹿沼市内から東武日光駅までは当線、建設以前に開業していた JR 日光線と並行し、東北本線、 東京駅、新宿駅、宇都宮駅と合わせて、東京方面と日光方面を結ぶ、競合路線として、両社とも優等列車を増発してその速度と、旅客サービスが競われてきた。現在は、特急列車の直通運転によって、両社の関係が対立から協調へと変わっている。新鹿沼駅付近を境とし、その南側は、関東平野の中央を縦貫する平坦区間。 北側は、足尾山地と関東平野の境界部の25%パーミルの勾配が連続する区間で、最北端の終点、東部日光駅の標高は、構内で538メートルに達る。また、明神駅市も今市駅間には、東部の地上線で、唯一のトンネルがある、全長40メートル。一方の平坦区間では、線形はよく、100系、スペーシアと、 JR253 系による特急列車は一部区間で時速 120km 運を行っている。なお、日光線は東武鉄道の路線で唯一全線が複線である。1929年の開業時より電化、複線で開業し、伊勢崎線浅草駅、初代、現在の東京スカイツリー駅からの直通運転が実施された。 大正時代の最初の計画では、佐野線九ず駅付近より日光への延伸を意図したが、山越えのルートとなるため、杉戸駅、現在の東武動物公園駅より分岐し北上する、ルートとした経緯がある。なお、九ず案を断念した後、一時期は、多くは、伊勢崎線、花崎駅付近より分岐して北上し、藤岡駅に至るというルート案も立てられた。しかし、 これでは人口の少ない地帯を走る状況となるため、かつて日光街道の宿場町であり、人口の多いさって、栗橋、古川を通過するルートが選ばれたという説もある。電車による 100km を超える長距離運行は、1930年代から1940年代においては、大阪電気軌道、三宮急行電鉄上本町宇治山田間、 あとの近畿日本鉄道大阪線、山田線と並ぶものだった。第二次世界大戦中は観光地へ向かう不要不急線とみなされて一部区間を単線化し、小泉線と熊谷線に設備の一部を転用したとされる。また、開業時から1950年代にかけては、先に開業していた国鉄日光線と東京、上野、浅草、 新宿日光間における輸送を競い合い、東部側では特急25700系や1720系 DRC を国鉄側では、準急急行に起波55系や157系など、当時の水準では破格とも言えるほどの高華車両を投入していた。かつては、東部日光駅で路面電車、日光軌道線に接続しており、色ろは坂の下にある、 日光軌道線の終点和辺駅では、坂上の明智平に至るケーブルカー、日光高速鉄道線、さらに、明智平ロープウェイへと接続していたが、路面電車は1968年2月25日、ケーブルカーは1970年4月1日に廃止され、明智平ロープウェイのみが営業している。国鉄側が1982年に日光線の 定期誘導列車を廃止した後、1991年のバブル崩壊以降の景気低迷や円高に伴う海外旅行の一般化などによる観光客の減少もあって、日光、絹川方面への輸送が伸び悩みを見せるようになったため、2006年からは JR 東日本との直通運転も開始している。これらの競争及び直通運転の詳細は、日光、 列車を参照されたい。半蔵門線直通運転が開始された後の2006年のダイヤ改正では、伊勢崎線と同様に、日中時間帯に運転されていた浅草発着の、準急は、半蔵門線に直通する急行に置き換わり、南栗橋駅で、系統分割がなされた。また、日中に運転されていた快速は、区間快速に格下げされた。 朝夕ラッシュ時に運転されていた準急は、区間急行に種別変更されて残されたが、2013年のダイヤ改正で早朝と深夜の一便を除いて、系統分割された。2017年のダイヤ改正では、快速と区間快速が、南栗橋駅発着の急行と、区間急行への置き換えと先日の一便の分割が行われ、南栗橋駅北から伊勢崎線に直通する。 一般列車が廃止された。埼玉県北部、栃木県南部と東京都心を結ぶ通勤路線という一面と、日光、木の川温泉、南合津方面への観光路線という一面を持ち、有料の特急列車と特別料金不要の速達列車である、急行区間急列車が運行されている。特急列車は、伊勢崎線浅草駅から東部日光駅。 木川線方面に直通する。南栗橋始発、終着で、東京メトロ、半蔵門線、東急田園都市線、渋谷、中央林間方面直通の急行、準急列車が、東京メトロ日比谷線、中目黒方面直通の普通列車が多数、運転されている。特別料金不要の一般列車は、全列車が南栗橋駅で、 系統分離されているため、全線を直通運転する列車は存在しない。日中1時間あたりの運行本数は以下のようになっている。2017年4月21日、現在、以下の列車が運行されている。詳細は、各列車記事をそれぞれ参照のこと。下今市駅東部日光駅間には、絹川線へ直通する特急との連絡列車も設定されている。 1973年以前は、伊勢崎線、日光線内の途中停車駅が、下今市駅だけであり、1957から1986年には、浅草駅東部日光駅間をノンストップで走る、下言も設定されていたが、1973年のダイヤ改正から上り、全列車が北千住駅に停車するようになった後、1986年からは、 上下全列車が、下今市駅に停車するようになり、その後も新栃木駅、新カヌ駅、カスカベ駅と停車駅が増え、現在は、日光、絹川方面に直通する全列車が、栃木駅北の各潮駅、新栃木駅は除くに停車している。二千0年から二千十七年にかけて、平日夜間に一本運行されていた浅草駅発、南栗橋駅行き、切り降は、 東武動物公園駅南栗橋駅間で各駅に停車していたため乗車時の特例特別料金が不要となるが設けられていた2017年4月21日ダイヤ改正において新設南栗橋駅東武日光駅新藤原駅間で運行され南栗橋駅で浅草方面の急行、区間急行、準急、区間準急、 普通と接続する。車両は、快速、区間快速から引き続き6 0 5 0系で運用されるが、有効長と運用の関係から4両での運転となっている。急行は、下りのみ朝時間帯に4本、区間急行は、上りのみ朝と夕方に、各3本の6本が運行されている。停車駅は2017年4月20日までの快速、区間快速の停車駅に、 南栗橋駅、栗橋駅を追加したものとなる。南栗橋駅から東京メトロ、半蔵門線経由で東急田園都市線中央林間駅まで運行される。急行、準急は伊勢崎線、東武スカイツリーライン内の停車駅に違いがあるが、日光線内は各駅に停車する。急行は東武動物公園駅基準で急の十二時台、準急は 休行が運転されない時間帯に運転される。多くの列車が南栗橋駅で新栃木駅発着の普通列車に接続する。なお、東京メトロ、半蔵門線、東急田園都市線乗り入れの関係で重量編成で運行される。そのため、重量編成に対応していない新栃木方面へは乗り入れられない。 2003年3月19日の半蔵門線、直通列車の運行開始時から2006年3月17日までは、急行は通勤準急としてラッシュ時のみ、準急が区間準急としてラッシュ以外の時間帯に設定されていた。いずれも浅草駅、北千住駅南栗橋駅間で運転される。区間急行、区間準急は伊勢崎線。 東武スカイツリーライン内の停車駅に違いがあるが、日光線内は各駅に停車する。区間急行については、下りは東武動物公園駅基準で6から10.23から24時台に運転される。6両編成が基本だが、サラッシュ時などは8両編成で運転される場合もある。かつては10両編成でも運転されており、新栃木方面から来る。 区間急行の連結、切り離し作業が南栗橋駅で行われていた。区間急行はかつて準急を称して終日運行されており、東武日光駅や東武宇都宮駅を発着する直通列車も設定されていた。しかし、1990年頃より系統分離が進み、準急が区間急行に解消された2006年3月18日からは、昼間時の設定並びに、 東武宇都宮線への直通が廃止、2009年6月6日からは新栃木駅より、先、東武日光方面との直通も廃止された。さらに、2013年3月16日からは、特急、快速、区間快速を除く列車が原則として、南栗橋駅で、系統分離され、 南栗橋駅を直通して運行される列車は6050系による新栃木駅発着の一往復のみとなり1万系列3万系による運用は事実上廃止された。また、早朝下りと夜間上り各一本のみ東部日光駅発着で運転されていた区間急行は快速列車用の6050系限定運用であったことや下りは快速運行前に 上り列車は、区間快速運行終了後に運行されていたことから、快速列車の一部として扱われる場合もあった。また、上り列車は、下今市駅で、合津鉄道合津線合津立島駅発の列車と、並結していた。また、新栃木駅で連結、切り離し作業を行う列車、東武日光駅、東武宇都宮駅発着当時は、準急として運転を損していた。そして、 2017年4月21日からは、リバテ運行開始に伴い快速、区間快速が廃止され6050系の浅草駅への乗り入れ運用が終了となったため、新栃木駅発着の区間急行も、浅草駅南栗橋駅間の区間急行と、南栗橋駅から新栃木駅間の普通に分割された。区間準急は1997年3月25日に、 運転を開始。新栃木方面直通で設定されたことはない。主に北千住駅南栗橋駅間で30分おきに運転されていた。2003年3月19日から運行開始した半蔵門線直通列車のうち現在の準急に相当する列車に区間準急の種別名が振られ1時間に1本のみが南栗橋駅中央林間駅間の 直通運転を行っていた、このほ、1時間に2本は、東武動物公園駅発着があり、2006年3月18日からは、浅草駅、北千住駅発着系統の種別となったが日光線の設定が、大幅に減少した。また、北千住駅も2009年6月6日に廃止されたが2013年3月16日より、平日朝に、 南栗橋発が一本再設定され、2017年4月21日より、土休日朝に変更された。平日朝の上り区間急行と下り区間準急に、地下鉄、半蔵門線直通車用、3万系の直通対応車、または5万50系が前運用される列車が一本、存在したが、2013年3月16日より、 当該列車が休行となったことでこの運用は廃止された。以下の系統が運行されている。2012年3月17日より、合津鉄道から合津マウントエクスプレスが、絹川線経由で、下今市駅東部日光駅間に1日に往復乗り入れている。種別は快速であるが、後期の快速と異なり、日光線内は各駅に停車する。快速。 区間快速は特急を補完する列車と位置づけられ、浅草駅東部日光駅間と木野川線、野岸鉄道線経由で、合津鉄道線の合津立島駅間で運行され、定期列車の全便で6050系が使用された。快速は1965年、専用車両となる6000系の登場により、従来の準快速と従前の観光快速を統合する形で運行を開始した。 当初は一部有料の座席指定席が設けられていたが廃止された。1997年3月25日に板倉東洋大前駅が開業するまでは東武動物公園から新大平下間の 40.1km をノンストップで運転していた。これは一般列車がノンストップで運転される距離としては関東施設では最長のものであった。 2006年3月18日からは昼間時以降の快速が廃止され、新設の区間快速、日光線内各駅停車がこの時間帯に運行されるようになった。2013年3月16日からは、区間快速の快速運転区間が新大平下駅以南までに拡大したが、2時間間隔の運行へと減便された。運用上、始発駅基準で、 下りは17時以降、上りは19時以降に出発する列車はなかった。下今市駅、木の川公園駅、新藤原駅で編成の増解決が行われていた。時間帯によって多少異なるが、主な編成パターンは下記の通りになっていた。2009年6月5日までは、下り列車の進行方向前よりが、東武日、高校、後よりが、 絹川温泉方面行きだった。かつては、下今市駅での分割、併合が行われず、絹川線内も6両編成で運行する快速があった。当該列車は、下今市駅で、東武日光方面への快速連絡列車と接続したほか、大谷港駅、大桑駅、小佐護駅は、法務庁が4両分のみであったため、当該駅では後ろ2両のドアを開けないようにする。 必要が生じた。このため、前から4両目にも車掌が乗務し、当該駅では全4両のみ、ドア開閉を行っていた。無料列車では最速達であり、廃止直前時点で、定期列車としては折り4本のみ運行されていた。所要時間は、浅草駅東部日光駅間で2時間程度、標定速度は、 約時速 70km、浅草駅合津田島駅間で約3時間半である。観光シーズンの休日には、浅草駅、北千住駅、東武動物公園駅、南栗橋駅東武日光、絹川温泉方面の臨時列車も運転されている。南栗橋駅発着は、急行に接続する。臨時列車では8000系、1万系、3万系などの、 通勤系車両、ロングシート車両が使用されることがある。また、2007年のゴールデンウィークからは、かつての休校料も専用車両である1800系が使用されることもあった。過去には、臨時列車や団体専用列車、修学旅行専用列車格のものとして、旅路や臨館学校の愛称を与えられるものもあった。区間快速運行開始以前は、 上下列車ともに設定があり、朝の浅草駅行きの上り2本のみが、新大平下駅までの区間を各駅停車で運行していた。2006年3月18日からは、浅草駅行き上り定期列車は、新大平下駅までの区間を各駅停車で運行するもののみが残存した。2013年3月16日より、区間快速の停車駅が見直され、 この日本が新ダイヤにおける区間快速の停車駅と同じとなったことから列車種別が区間快速に変更され浅草駅行きの上り定期列車が廃止された。2017年4月21日ダイヤ改正で臨時列車のみの設定となり南栗橋駅発東部日光駅行きの急行に置き換えられた。ゴールデンウィークに運転する臨時列車は かつての快速停車駅に加え南栗橋駅と栗駅にも停車する。そのため、駅のポスターや発車表及び駅員による放送6050系の種別では、快速と案内されずに臨時と案内されている1800系は当初から臨時。浅草駅新大平下駅間を快速と同じ停車駅で運行し、新大平下駅東部日光駅、 合津田島駅間では各駅に停車する。所要時間は、浅草駅東部日光駅間で約2時間30分程度、浅草駅合津田島駅間で4時間台である。快速同様に、下り列車は、下今市駅で、東部日光駅行き編成と合津田島駅、新藤原駅行き編成を切り離し、上り列車では、東部日光駅発編成と合津田島駅、 新原駅発編成を連結する。区間快速は2006年3月18日から設定され、浅草駅東武動物公園駅間を快速運転し日光線内を各駅に停車する種別として設定された。東武動物公園駅から新栃木駅間における快速通過駅での停車本数増加と、新栃木駅東部日光駅間の普通列車の 取り込みを目的としていたため、2013年3月15日までは、昼間時の栗橋駅西和駅間の快速通過駅の停車本数が、前後のダイヤと比べて1時間あたり1本分多かった。また、新栃木駅東部日光駅間では、特急以外の昼間時の運行列車は1時間あたり1本の区間速のみとなっていた。 こちらも2017年4月21日ダイヤ改正で廃止となり、東武日光駅、朝一本のみ、新藤原駅初南栗橋駅行きの区間急行に置き換えられた。この列車の前身としては、1958年から1965年に運行された、準快速、快速が挙げられる。前車は、当初準急 a と称されたが、 これには長距離運行を前提としたセミクロスシート改造車であるモハ3210系、クハ250型が使用され、後車には急行用とされたモハ5310系、モハ5320系、580型が使用されたとされる。そのため、停車駅、運用法などで変化させていたが、共に車両の陳腐化などにより、6000系の快速列車へ移行した。 ただし、夏季など繁忙期には前日の専用車両では、所定の運用ができず、戦前製造のデッカー車のうち、長距離運用に整備がされていない、ロングシート車両が使用されたとされる。このあたりは、後年前期の快速に8000系を使用するものに、通ずるが、8000系の場合列車便所こそないものの座席としては、それなりに、座り心地がよく使用することができたとされる。 また、中には、荷物失号作り車が連結されることがあったと言われる。巡回速列車の停車駅は、浅草駅、北千住駅、春日部駅、杉戸駅、現、東武動物公園駅、新大平下駅、一部列車のみ停車、栃木駅からは、各駅停車であった。2013年3月16日改正ダイヤでの、区間快速停車駅とほぼ同じである。 準快速の名称は廃止後、九州旅客鉄道 JR 九州が2004年に採用するまで日本では使用されなかった。下記に記載されていない車両についても改装や試運転などで当線内を走行する場合があるが、本説では省略する。道路線では新幹の前北で連続勾配区間が存在するが、道路線より条件の厳しい区間の存在する近鉄大阪線。 南海高の線、神戸電鉄などと異なり、そもそも即ブレーキ付きでなければ入線できないといったたる制約は、開通時、旧性能車の時代より存在しない。この点は、西部秩父線と共通する。ただし、そもそも即ブレーキ付き新性能車の登場以降は、そもそも即ブレーキのない車両、2010年現在は、8000系と100系のみは、 もっぱら普通列車や臨時列車としての入線が主となっている。当線の開業時から昭和20年頃まで使用されていた機関車、電車並びに、貨車は省略している。特に記載のない駅は両方向の列車の退避が可能である。かつては、佐っ駅、上下共用、藤岡駅、万二駅、通過線のみ、下小城駅、上下共用に退避線が設けられていたが、 サッ駅は南栗橋駅へ、藤岡駅は板倉東洋大前駅へ、対比機能が集約され、板に駅はホーム延長、下小城駅は使用頻度の減少により撤去された。日光線では2007年3月18日からスイカとの相互利用が可能な IC カード、パスモを導入しているが、 自動改札機を導入していない駅については簡易 IC カード改札機を設置して対応している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。